どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はご無沙汰しております。スーツの、お勉強について、話していきたいと思うんですけど。ごめん、もう一回始めるかと。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は、お勉強ということで。はい。みんなで、ジャケットのことについて、各部名称。真面目な。話をしていきましょうと、はい、いうことです。はい、間違ってることも言うと思うので間違ってるときはすんませんね。すみません。各名称やねんけど、はい、まずそのなんていうかな、こういうスーツっていうのはな、あのこういう、型紙、まあ、これこういう台紙にこう正しくプリントアウトしたものを貼り付けた型紙とか、透明なこういう型紙とか、これも含めて説明していきたいのかなと思います。あさみ君、どっから行こう。はい、じゃ各部名称、うん、まずはカラー、うん、この部分、カラー、そうですね。今本部長がおっしゃっていただいたカラーですね。はい、よく学ランなんか着てた時はカラーとか、うん、言葉使ってたかもわからないですね。うん、上襟のことです。上襟のことやんな。で、型紙で言うたら、こういう、これが上襟やな、ね、これがこうなのかな、わからん。これ、これ、これこの部分が、まあ、まあ簡単に言えば、うんうん、簡単に言えばね、これがしてここは繋がってるわけじゃないないね、ない。で、この上襟もこの角度によってこうなってたりしたらまた顔が変わってしまうね、言うたら、うん、この上襟の女の人なんかで言う、こう上襟の大きいやつはバルカラーとかこういうね、言うたら、はい、そうです、うん、はい、次行こう。はい、続いて、うん、ラペル。ラペル、はい、この部分やね、言うたらこれやろ。そうです、うん、下襟のことですね。説明下襟やもんな、言うたら。だから実際は、ここなんていうんですか、前見、上前やな、言うたら、はいはい、その上前っていうのが、ここのここがこう、ほんまこういうのをこう変えてこうロールができて、これ、下襟、ラペル、はい、返り襟とも言うそうです、ここは。あ、返り襟、はい、そうなんだ、はい、うん、で、これが型紙で言えば、こういうやつやね、言うたら、うん、はい、うん、こういうやつがあって、まあ、ここの部分やね、ここ、うん、襟の部分をひっくり返すと、うん、実際ここでポクッと折れて、ここのラインでここポクッと折れて、言うたら、この見返しの後ろ、ここめくって、こっちの見返しのこの部分が変えて表に行きようね、こっちは、はいはい、これは、7cm ぐらい、6cmです。あ、このジャケットですか、はい、うん、だから細い幅になるとナローラペルとかいうのやな、うん、そうですね。ワイドラペルはだいたい 9cm とか 9.5 とか、そうですね、はい、でこれもだいたい顔変わんもんな、言うたら、そうですね、はい、この幅もイージーオーダーは変えれますよ、はい、さすがでございます、ございます、はい、はい、次、続いて肩線かっこ、はい、ショルダーライン、ここ、はい、雑誌とかはショルダーラインって書いてあるもんな、言うたら、そうですね、うん、横文字、もう完全に直訳、肩線、ショルダー、直訳直訳、縫い目やな、ここのな、これ、ここやな、肩の線、肩の線、そうです、そうです、うん、前と後ろの境目ですね、うんうんうん、要は、この、ここのこの肩の線と、うん、背中が見つからないというね背中はこういう背やね、こういう、これ背中やねんけど、この背中の部分が、まあ、つなぎ合わせた、これを肩線やね、言うか、こっちの、はい、はい、続いて、ああ、ゴージラインというのは、そうですね、ウコンマンが、はい、ウコンマンやるな、ありがとうございます、ウコマン、いやウコマンなここでございます、うん、そうですね、このカラーとラペルのつなぐ線のことですね、うんうん、縫い線、つなぎ目、つなぎ目、ここのゴージラインは非常にあれやもんな、デザイン的には大切になってくるもんな、うん、言うたら大事です、要はこのラインやな、言うたら、はい、今こう生えてるのが、これがこう上がったり下がったり上がったりするので、顔がだいぶ変わってくるもんな、言うたら、変わりますね、もちろんこのゴージラインが下がれば、老後時になれば上襟も長くなるからな、言うたら、はい、うん、ここの部分が上に上がることを背後時って言うやんか、でここでちょっと下がってくるモデルが最近ちょくちょく出だしたな、ちょっと低めのやつも低めな時だな、はい、出てきてますね、うん、老後時、今まではもうハイ老後時、うん、弁当でしたけどね、うん、はい、ゴージライン、うん、注意、はあ、注意があって、うん、ゴージラインは上襟と下襟の境になる縫い線のことなんですが、襟の刻みとか言ったりするんですね、うん、はい、そうです、うん、
今本部長が押さえていただきましたが、うん、襟の刻みというのは上襟と下襟の接合点、このピンポイントを生かしてこのことだけのことを言うという、うんうん、マニアックやね、うん、マニアック、うん、刻み、まあ、ちょっと専門的ですがそういう知識も覚えておくと何かの役に立つかもしれません。はいはい次続いては襟穴。襟穴は呼び方がいっぱいあります、うん、分かるとは思うんですが襟穴というと、うん、帰り穴、はあ、飾りボタン穴、はい、フラワーホール、はい、ラペルホールと様々な、うん、故障がございましてどれが正式かも分かりませんでもこれあれね、なんていうの、その会社によって言い方が違うんやろうけど、うん、はい、そのフラワーホールっていうのは基本的にまあフラワーで花刺すっていう意味だから、うん、はい、ここが全開開いてるやつの方が好ましいね。そうですね、うちらは襟穴って言ってるのはもうちょこっとで車掌入れるところぐらいしか開いてないねんな、はい、言うたら大概のスーツはそうなってると思うんですけど、うんうんうん、そんな花刺せるほどデカな開いてるとこない、うん、そうですねでまあこれ名残やねん、ほんまもうこう全開開いておいてここにボタンがあってこう縦襟こういうふうにこうそうですね、なこういうふうにし、うん、なんていうの締めた名残なんやろうけど、なんていうの、まあ、基本的には俺らはエリアなって呼んでるな。そうですね、一回フラワーホールって伝票に書いとって、うん、花なんか刺されへんでって怒られたよ。そうですね、うん、誰から言われたか言えへんけど、うん、なんていうの、それでうちはエリアなっていう、こう差し支えのない襟に穴が開いとるんだから、うん、っていう話になったわけやな。そうですね、はい、はい、次行こう。続いて胸ポケット。胸ポケット、はい、ここやね。もうそれはそこ胸にあるポケットだからですよはい、だこれは、箱ポケットとか胸ポケットはでもこうアウトポケットとか箱ポケットとか切りポケットとかいろんな形があるんやけども、ここの名称のことを大体胸ポケットはどんな形にしましょうかとか、だから胸ポケットっていうのはここにあるポケットのことを胸ポケットと言います、ということです。はいはい、はい、左のね。そうですね、基本はね、うん、はい。じゃあ続いてが胸ダーツ。胸ダーツ、フロントダーツと言ったり、うん、腰ダーツとか言うへんのかな。ここにはね書いてないですね。ウエストダーツとか言うへん、大体俺らはもう胸ダーツって言うけどないよ、うんうん、はい、ここね、ここのねつまみ、つまみね、まあ、線に見えるところですね、うん、はい、これウエストラインこう出したりとか、こう前のな立体感、立体感出したりに ここにこう線が入ってると思うんやけど、各パターンで言えば分かるかな、これ見えるかな、ここを支点としてここにかけて ここでクッてつまんでダーツ入れるな。そうですね、ここうん、ダイヤ型かな。そうそうそう、アメトラなどはこういう胸ダーツがなかったりとか、アメリカントラディショナルは、うん、このダーツがないからガボッとしたような感じ、ね、ボックスシルエット、ね、そうそうそう、なんていうの、細くするっていうのの中でもかぶせるっていうような感じやから、ね、このダーツはアメトラとか IB とかもなかったやつが多かったよね、はい、言うたら、ね、うん、IB 何型とかよく聞いたけど、C 型2型ですね、うんうんうん、まあ既製品の考え方ですね、うん、どんな人にでも合うようにもうここはゆったりしてるというね、これが胸ダーツでございます、はい、この部分でございます。はい、はい、では次続いて、はあはあ、まあ、腰ポケット、はあ、まあ、サイドポケット、これブレストポケット、うん、という腰ポケットね。腰、そうですね、ウエストポケット、だからその工場とかそのメーカーとかによってその英語読みもそうやけど、なんていうかな、いろんな言い方があるんで、まあこれはあくまで M2 プラント勝田皮膚の呼び方ということで、ね、分かっていただけたらいいのかなと思います。そうです、これが腰ポケット、これもあれやな、さっきの胸ポケットと一緒で、この腰ポケットも例えば箱にすんのか、まあ、これなんかはフラップ両玉切りポケット、これ両玉やんな、これ両玉、両玉ポケットから雨蓋フラップを出す、うん、まあフラップをうちら雨蓋って言ってるんだけど、雨が入らないのスタートかな、うんうん、これが、これ形状は両玉の場合とか、フラップの部分とか、はたまたこの胸と同じ箱がついたりとか、例えばこれを斜めにしたりとかっていう形状はいろいろあるんですけども、俗にここを腰ポケットと、私らは言います。はい、はい、続いてどんどん行こう。袖口カフとも、まあ、うん、もう袖口のことですね、まあ、間違いなくうちの工場はカフって言われたらは言うと思うんで、袖口、うん、ここの部分やな、言うたら袖の、まあ、はい、口ですね、うん、袖口は、まあ、袖の形っていうのはこういうやつやな、言うたら専門的だ、これが下袖ってこう下に来る袖やねんけど、このここの部分を袖口幅な、言うたらここやな、言うたら袖のここ
ここでね、はい、はい、これが袖口、はい、はい、山袖下袖、はい、これあの法則で袖山というところもあるの。おあのだからここの部分だ。でこっちの脇の部分は下袖やねんな。うん、こっちの方、こっちな、こっちの方。そうですね、まあ、外袖内袖と言ったりもするそうです。うん、うん、まんまやな、はい、これがこう下に入る袖で、はい、2パーツでできるで、ね、なんで山袖、山袖はうちは山袖ですね、うん、この外袖とも言うそうです。ああ外側やからね。だからうちが特殊なの知らんないから、うちらは大体山袖って言うけど袖山っていうところもあるから、だから、うんうん、うちは山パーツで山袖、うん、ここの部分は袖山って言うんですね。ああ、なんと都合のいい、あそんなイメージですね。そんなイメージですね、まあ、袖の山側ですよ、うん、これは山袖、うん、上ですよっていう、うんうん、そういうことですかね。下袖はまあ共通してると。下袖はなんか下には共通してんのよな。そう、うん、下袖って感じだね。それ下袖または内袖あ内袖ね、外に対する内、うん、あどっちが分かりやすいよね。やっぱ内袖やな、ほんまかな、うん、まあ、外内でしょ。でも内袖っていうのはあんまり変わんな、うん、下袖って言ったら。なんで山袖のことはマウンテンアームとか言うのアンダーアーム、うん、ここアンダーアームって分かるよ、ここな。なんでマウンテンアームとか言うのだからうちの場合やったらこっちの方がマウンテンアームで、ここの部分はアームマウンテン怒られんでだから。皆さんこんにちは、 M2 プラントというお店でスーツを販売している岩田と申します。このチャンネルではスーツに関する情報、お得なセール情報等を配信しています。その他オーダーに関する面白い情報もたくさん配信していますので、こちらのボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねもぜひお願いいたします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。